モーニングジャム3、4、おもろい家族パート2。この時間はアンズお肉の工場直売所ジャパンホーム&の提供でお送りします。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には糸物語アマオセットプレゼントこの糸物語アマオセットというのは飲むヨーグルト博多アマオ、食べるヨーグルト微糖、アマオイチゴソースがセットになったもの、非常に美味しいセットです。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。じゃあね、今日はそうだな、こちら女性の方からいただいたおもろい家族から紹介することにしましょう。中地小浜ちゃん、こんにちは。こんにちは。我が家の中学2年生の長男の話。はい。お年頃なのでそれなりにエッチな YouTube なんかを見るのはまあ性の成長段階で健全だと思っています、うん、エッチな YouTube ってあるのかなあんまり YouTube でそういうね、あのエッチなものってまあね、あの女性がなんかいろいろ解説した、はいはい、女性がムラムラする時ってこういう時みたいな、あのサチャンネルっていうそんなチャンネルがあるんですかないことはないですね。見ているってことですサチャンネル、いや登録はしてません先日旦那のお母さんと私が台所で料理をしていたら期末テストが終わってご機嫌の長男が帰ってきたんです、うん、長男はバイアグラバイアグラと手拍子しながら大きな声で歌い、おばあちゃんと私の元へ。いきなりのエロワードにびっくりした私、台所に響き渡るバイアグラバイアグラ、やめなさいやめなさいと目で合図してもやめない長男。バイアグラを知らないおばあちゃんはニコニコしながら手拍子しだしたんです。シュールなんだこれ私はちょっと来いと、廊下に長男を引っ張り出しあんたバイアグラとか大声で言わんでと言うと、んバイアグラち言ったらダメなやつ分かってないんかいあんただけエロいサイトやら見よ、あんただけエロいサイトやら見よるくせにただボケーと見よるだけやなく学ばんかい、あんたはバカな、試験勉強も下ネタも爪が甘いんよ使うんだったらしっかり意味分かってからそういう言葉は使いなさいと注意しました。さすが母ちゃん、エロい言葉とかよう知っちゃうねと長男から微妙な褒め言葉、意味も分からず気に入った言葉を使いたがる長男、ニコニコしながら手拍子しているおばあちゃん二人ともバイアグラの意味を分かっていない、分かっているのは私だけ、なんとも微妙な空気の夕飯の出来事でした。ちなみに旦那はまだ使わなくても元気ですと何ですかその最後の情報は。わからないわからないけれども、なんか書かれてるんでそのまんま勢いで読んでしまいました。わからないけれどもさあそれからね、はい、これいきましょうか。女性の方、中地小浜ちゃん、こんにちは。こんにちは。現在大学生の息子の話、はい、息子は小学校から高校まで応援団長やブロック長、生徒会副会長を務めたりとしっかりした部分がある反面、よく忘れ物をなんかをする大志長男らしく抜け入っているところもある子です、うん、その息子が小学校の時から続けてきた剣道の高校三段昇段試験を受ける申し込み手続きをした高校3年生の時のこと、はい、とっても大事な申し込み書は一部しかないので私はコピーして下書きしなくてもいいかっていうふうに息子に尋ねました。でも息子はいいって言うんです。私はもっと口を出したい気持ちはあったんですが、京都の大学に進学しなくてはならないことが決まっている息子、このくらい一人でできなくてどうすると大事なその書類を書いている様子を見守っていました。高校三段というのはこれまでの剣道人生の集大成ともいえる大切な試験、申し込み書はたったの1枚、書き損じは許されない、氏名学校名など順調に書き進め段位の欄になりました。空白の右端に段と印字してあるので、息子はその空白部分に真剣な面持ちでおもむろに漢字の3
と書いたんです。でもよく見てみるととっても小さな字で現在の段位というふうに書かれているではないですか、はい、ということは息子は当時2段だったので2が正解なんです。ちょっとあんたと私がその部分を指さすと間違いに気づいた息子はとっても焦った様子でこの状況をどうにか回避できないか添付の書類をくまなく読み進めました。すると書き損じた場合二重線で取り消して訂正しその上に書き直す旨の注意書きがあったんです。とりあえず一安心して書き直し始める息子、漢数字の3の隙間に2本の線を引きあろうことかその上に漢数字の2を書き出したんです。するとどうでしょう、段位の段には長短さまざまな7本の横棒がサンドイッチの断面のように積み上げられているようにしか見えない。息子は緊張からか一筆一筆を几帳面に等間隔に書き上げてしまったので妙に一体感のあるまるで7段みたいな段位の欄が出来上がり再度困り果ててしまいました。しかしこの文字の化け物にもう一度二重線するわけにもいかず、申し込み書はこれ1枚しかない、息子はこれでいいと変に潔く開き直って、私はこれで受け付けてもらえなかったとしても本人の自己責任だと自分に言い聞かせ固く目を閉じそのまま提出しました。結果申し込み書は穏便に受け付けていただいたようで無事息子は3段に合格することができました。現在息子は僧侶の資格を取得するため京都の大学、京都の大きなお寺の境内にある道場に住み込んで修行しながら大学に通ってます。きっと今でもちょこちょこやらかしてると思うんですが立派に成長して福岡に戻ってきてくれることを母は楽しみにしています。へえ、そうですか、すごいね。3って書いて二重線を横に引いちゃって、はいはい、そこにまた2と書くと上にね。まあそしたらねよくわからない、そうなりますよね。この訂正の二重線って横だっけね。いやこういう時はやっぱ斜めだよね、引いていいんじゃないですか、斜めだよね、だと思いますけどもね、やっぱ書いた後どうなるかっていうね、そこが想像できるか、まあ、高校生だからね、はいはい、知らないっていうところはあるんでしょうけれどもね。うん、さあそれからね、これも行きましょうか。中地小浜ちゃんこんにちは。こんにちは。男性の方です。初めてメッセージします。ありがとうございます。いつもおもろい家族を聞きながらゲラ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 笑ってます。でこの年で一人身の僕には家族ってハードルが高すぎだなと思っていましたが一人旅のことならあります。それは日本男児の夢婚欲について。13年前の春新大阪でレンタカー借りて紀伊半島一周した時のこと。それは2日目の紀伊勝浦温泉で起こりました。夕方ホテルに到着し早速夕飯前に一風呂浴びにホテルの大浴場に。けれどそこは男女分かれて混浴というわけではない。脱衣所で浴衣をほどいてそして早速お風呂にゴー。ロッカーを閉めて振り返って浴室に向かって数歩歩き出した時華奢なスラーっとした長身160センチ前後のジャージを着た女性が脱衣所に入ってきたんです。まさかの事態に、まあけど間違って慌てて出ていくだろうなと思い返して湯船でくつろいでいました。すると数分後あろうことかその女性とおぼしき人、本物の女性だったんですがなんとお風呂に入ってきたんです。そしてキャーッと絶叫されるかと思ったらあなた何ですか、ここは女性のお風呂でしょうと説教されてしまって、まさか俺が間違えた、女子風呂にと思ってごめんなさい間違えたかもと言い残し慌てて着替えて脱衣所から廊下に息を切らしながらその浴室入り口ののれんを確認すると男風呂と書かれてる、はあ、途端に腰が抜けそうになって笑けました。でももし
その女性が興奮状態で出てきてフロントに女性風呂に男が入ってきたとチクられたらどうしよう。通報されて今夜は冷たい床で寝なきゃいけないことになるかも。こっちは間違ってないし、そうだ、フロントの人に事情を話して一緒にその女性が男子風呂から出てくることを見届けてくれませんか。自身の潔白をちゃんと、知らせる作戦、うん、フロントも忙しい時間帯だでしたが若い男性が一緒に見守ってくれて、その女性が出てきて、キャごめんなさい、私の方が間違ってしまった。でも大丈夫です、いいもの見せてもらいました。じゃんじゃんって書いてある。なんだそれ、わからない。